私たちがここにいる理由そりゃあ特別クラスとして任務で派遣されたからでしょ私はこの黒い霧に用があるだから特別クラスへの編入に応じたでもあなたたちはどうして特別クラスに入ったのこんなところに入らなければいくらでも普通の女子高生をやれるのに そりゃあ世界がやばいことになっててどうにかできるのが私たちしかいないって言われたら無視できないでしょう世界のためにそんな壮大な理由でリホは名前も知らない誰かのために自分の身を削るというのそれって普通の女子高生の仕事かしらそれは 特務に言われたからただなんとなく世界平和のためにそんな理由で戦うのはやめた方がいい侵食区域は生半可な意思で生き抜けるほど甘くない昨夜怒っているのですかごめんなさいこんなに強く問い詰めてしまうなんて私どうかしていたわね 咲な何でもないわ変な質問をしてごめんなさい忘れてごめん咲夜私が気の抜けたことばっかり言うから気を悪くしたんだよねいいえもともとこんな危険な場所に普通の女の子が来るべきじゃないのよ 二人は先に帰った方がいい無理だよそりゃあ帰りたいけどさそれは咲夜と一緒にって意味で仕事を押し付けたいわけじゃないしあなた達たは特別クラスに入るべきじゃなかったのよこんな危険な仕事は戦う理由のある人間だけがやればいいここからならすぐに帰れるわ あなた達たは学校に引き返して今すぐ一般クラスへの編入希望を出してそうすれば怖い思いをすることもなくなるからちょ待ってよ何を勝手におい単独行動は命令違反だってのあいきなり走り出してしまいましたああもう霧の向こうに。 これでいい私のことは私がけじめをつけるどうしよう言っちゃった先生エマージェンシーです昨夜を見失いましたやっぱ止めなきゃまずいよね一人きりの時にヤバい敵に会っちゃったりしたら追いかけましょう待ってください このやみくもに動けばあなたたちまで道に迷ってしまいますまさか舞台がバラバラになるなんてこれは孫をことなき緊急事態ですすぐに特務の舞台を向かわせますはあ待ってる間に咲夜に何かあったらどうすんのそうですよここには私たちがいるんです私たちも働きます と彼女たちは言っていますが困ったことになりましたね先生通常の規定ではリホさんとチェリーさんを撤退させ別部隊でサクさんの捜索を始めるところですが彼女たちに撤退の意思はなさそうです先生の指令ならば規定外の行動もある程度許されますいかがしますか 了解すぐに追いかければきっと合流できるよ見てて先生なんとなく先生ならこういう流れになると思っていましたはあ仕方ないですね上層部への説明はお任せください権限を使いすぎると私が上からにらまれるんですけどね だけどおじけづいてる場合じゃない行くよチェリーアクセプトですリホチェリーどうして細かい話はあとですよ二人ともこいつらをさっさと蹴散らしましょうラジャーすぐに朔夜を連れてきますよなんとなく 先生ならこういう流れになる。